はい、じゃあ今からね、流星の滝の一番奥でね、純度の高いなんか隕石のかけら探しに来たところの一番奥です。大悟います。大悟君、隕石のかけら手に入れた。ありがとう。そして僕の想像通りいろんなことが分かってきた。何？紹介しよう。流星の民の末裔？何それ、流星の民って。新しい設定やめてよ。そうですよ、わしは流星の民。レッグーザ様がその始まりとされるメガ進化の伝承を語り継ぎ、次の世代に受け継いでいく使命を負った一族の一人じゃ。レッグーザ出てきましたね。ポケットモンスターエメラルドとかに出てきた伝説のポケモンだっけ。確かあんまよく知らないんだけど俺。さて、古の頃より公園には多くの災厄が訪れ、滅亡の危機にさらされてきた。最悪、それはカナダより降り注ぐ数多の流星、すごい数の星々ですね。原始回帰をした超古代ポケモン、そのいずれもが、我々をお救いになったのがレッグーザ様じゃん。原始回帰したカイオーガとかね、グラドンとかを潰した野郎がレッグーザってこと。最強じゃん。つまり選ばれし伝承者が七色の岩を前に祈りを捧げる。するとレッグーザ様の体はまばゆい光に包まれ、新たな姿へお変わりになる。つまりレッグーザも原始回帰するってことね。え、新たな姿のだとレッグーザ様の力を凄まじく、原始回帰した超古代ポケモンさえも圧倒したと言い伝えられておる。七色の岩、伝承者の祈り、姿を変えたレッグーザ。なんかメガ進化ってこと。つまりレッグーザはよくわからん。うむ、まさにその通りじゃ。ポケモンと力の持った石、人々の結びつき、そうしてポケモンが新たな姿に変わる現象を後の時代の人間たちがメガ進化と名付けた。なるほどな。メガ進化自体はレッグーザが始まり。はい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 。もう一つ気になることがある。伝承者というのはね、この世界に災厄が訪れし時、レッグザ様を呼び寄せる方法と力を備えたもの。現在における生徒の伝承者の名は日がな。あの子じゃないの。あの、俺のファンみたいな女の子。やべえ、世界に災厄、それを阻止するため常に日がなさんは自らの考えで行動しておる。レッグザ様を呼び寄せる準備として超古代ポケモンを呼び起こすための手ほどきを何とかいう組織に行い、自らはキーストーンを集めて現地を、ま、回ってるようだ。あ、つまり日がながマグマ団、アクア団をけしかけてね、グラドンとカヨウが呼び起こせようとしたんだね。それは全部このなんかよくわからんけど、この星のため、隕石落ちてくるのを防ぐため。よくわからん。彼女は流星の民か。しかしまさか彼女が超古代ポケモンの復活にまで関わってたとはね。え、彼らの力を知りながら、異常気象の凄まじさも分かりながらあの状況を作ったというのが、そうそう、やばかったよね。どれだけ人々やポケモンの命の危機にさらされたと思ってんだ。世界滅びるぞ。隕石から星を守るためなら異常気象による犠牲も仕方がないというのが、すべてはバランス、歴史は繰り返す。我々一族は過去の災厄を乗り越えることで多くの犠牲を目の当たりにしてきた。より多くの平和が保たれるように最善を尽くしてきた。そして今、人、ポケモン、自然、皆の生きる世界が保たれておる。それによくは知らぬが、今のお主たちも同じように何かの犠牲と引き換えに何かの守ろうと考えているのではないか。日がなは必ず自らの信念を貫く。それが多くの犠牲を払うと分かっていても、犠牲の矛先が自らに向かったとしても何するんだろう。そうですか、ありがとうございます。胸騒ぎがする。では先にデモン行く。 OK。 じゃあ金積みシティね、デモンコーポレーションまで帰りましょうか。パッと帰るとかないの。ちょ、めんどくさ。穴を掘る覚えるか。あ、穴抜けの紐があるか。使おうか。穴抜けの紐。誰かもっと、どっかあった。あったあった。3個あった。使おう。
ゆるる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 。ただいま。はい。さあ、パッと移動してきて、ね、今から行くのは、金積シティ。デボンコーポレーションに行くのかな。さて、大悟は僕の勘はよく当たるんだとか言ってたんで、なんか戦闘とかまたあんのかな、胸騒ぎがする。ちょ、嫌ですね。はい。それでは、空を飛ぶで、行きましょう。ここだ。金積シティ。とりあえず、バトルが起きてもいいように、ポケモンだけ入れ替えておこうか。ね。よいしょ。エニダラ持ってこい、エニダラ。エニダラ強いからな、みんな。ねえ。いや、ほんとだからな。強いからな。信じてくれ、俺を。よーし。ちょ、いいっす。整理しよう。エニダラ、エニダラ、おた。目は、最高だわ。なあ、一番可愛いわ。なあ、みんなも使おうな。エネコ。進化させたらダメだよ。進化させたら、なんかちょっと強そうだから。はい。さあ、デボンはここです。行きましょう。ジース。なんか、あ、わわわわ？あ、戦闘ねえかなって言おうとしたら、ありそうですね、これ。なんだ？どうした？あ、わあ、どうした？あ、ててててて。いや、いや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 、君はいつぞやの素敵なトレーナーじゃないですか。あ、また？いやいや、このメガネ。いやー、助けてー。おう、いつぞやの子供。邪魔しやがんのか。なんでマグマ団出てくんだよ。もうマグマ団終わったろ。さあ、下っ端勝負仕掛けてきた。さあ、グライナー。勝てると思ってんの？俺、チャンポンだよ、チャンピオン。チャンピオン。ねえ。ワンパンだからね、そんなポケモン。はいはいはい、威嚇威嚇、クリアボディ。もう読んでます。チャンピオンだからね。さて、アクア、ホロビオ、アームハンダー。落ちろ。よーしよしよしよし。いいね、メタグロスだけどんどん強くなってくる。素晴らしいじゃん。せや、焼き鳥もレベルアップいいぞ。さあ、ゴルバット、入れ替えよう。ピッピカ、じゃ、違う違う。なんか似てるな、ピカピカに。ねえ。わかる。ねえ、つまりアイドル性があるってことだよ。いいぞ。さあ、来い、セマネズミ。ねえ！えがいや！ミガージュー！いたり10万ボルト！落ちろ！強い。よし、一撃！レベル50ぐらいじゃね。負けねえから。よし、さあ、下っ端やっつけた。どや。お前には勝てねえ、定めか。じゃな。なんか、立ち位置変わってる。どうした後輩したっぱ。また来た？よかろう、勝負勝てないと分かってても挑むぜ。かがり様のため。さあ、次の相手だ。かがりちゃん来てんの？いいぞ。さあ、また下っぱ、一匹だけね。またとがす。またとがす。いや、こんなやつに、負けだけしねえから、行くぜ。さあ、ここレベル51、ちょっとずつ上がってきてるね。大丈夫。一応メガ進化しとこうか。コメットパンチ。落ちろ！強い！ねえ、まあ、マタドガスはね、結構耐久力高いポケモンだから、ねえ、いいポケモンだよ。俺も使いてえもん。よし。経験値多いな。オッケー。さあ、これで終わりか？かがりちゃん出てくんのかな、また。ねえ、退散。誰だ、お前は。お腹すいたし帰ろって。げ、はぁ、戦うか。行こうか。なんか今つまらないことが見えた気するけど、気のせい。行くぜ。さあ、3戦目だ。マグマダの下っ端。ゴールバット。いや、1匹目にゴールバット出されたら変えられねえじゃん。ねえ。これ5連戦くらいあんのかな。ちょっとめんどくせえやつじゃん。はい、コメントパンチ落ちとけ。おらパンチ。いや、メタグロスほんと強いわ。みんなもメタグロスはね、スーパーエースだよね、やっぱ。おいしい。さあ、バクーダー。入れ替えておこう。バクーダは、草地面。ね。炎地面。対抗できるポケモンがいない。じゃ、キバリでとりあえず行っとこうか。ね。
若干効果が今一つと思いきや、まあ、当倍の君に任せた。行こう、爆弾。下っ端は多分、メガ進化はしてこねえと思う。大丈夫だよね。メガ進化してからのリフレード。落とそう。さあ、草ドラゴン、炎の技はね、当倍です。いいよね、炎が弱点じゃなくなるっていうのが。落ちろ！いや、ああ、耐えやがった。あくびー！やらしい技してくる。だけど、このターンでやっつけたら意味がないぞ。落ちとけ。よし。さあ、大勝利。眠んなよ。いや、エニダラレベルアップおめでとう。はあ、払えた。はい。大悟は何してんの？やっぱダメだったよ。弁当買って帰ろう。終わり？ああ、ありがとう、助けてもらった。俺にスーパーボール。いや、そんなこと言って場合じゃなかった。通信ケーブルの、制御装置がマグマ団の奴に奪われて、奪った奴は小さくて目つきが悪いけど可愛い女でした。かがりちゃんか、どうします？どうしましょう？どうしよう？ねえ、宇宙星座向かったよ。心配だよ。さあ、これはちょっとまずい展開でしょうかね。じゃ、今から、どうしよう。トクサネシティの宇宙センター行ってみようか、じゃあ。まったく、世話かかんな、ほんと。はい、じゃあ焼き鳥の空を飛ぶで、行きますか。トクサ、ミナモシティ行っちゃったよ。違う、違う、違う、ここ違う、ここ違う、ここ違う。はい、到着。ここもなんかね、ある、似てるとこだよ。よし。全然似てないわ、ごめん。この辺りだったなーっていうぐらいしかね、街の位置覚えてなくてね。こっちだよね。トックサネシティ。ね、右上だったなーっていうぐらいしか覚えてなかったけど、もっと右上だった。はい。さあ、宇宙センター、到着です。大丈夫かなー？イェイ。多分、かがりちゃんと戦うのかな、また。ねえ。俺とアナライズしねえかなー。ねえ、エンゲージしねえかな、俺と。よーし。あと、イベント。あ、いる。ミッションスタート。めっちゃおるやん、マグマ団。何しようやん。な、どうも、あいつら。やべえ。あ、そうか。吠える子の話、もう古いね、それ。JK さん、どう思う？あ、そうなんだ。そうか。マグマ団についてはどうも思ってない。マグマ団。あ、君、マグマ団知らない？この島が世界中の全てが自然にいっぱいになればいいねって。そうだね。うん。じゃあ、行こうか。みんなマグマ団興味ないみたいだね。誰もいない？どうした？ロケット守りたい。でも自分を守りたい。あいつら僕のロケット狙って。なんだ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 。なんとか団がなんか暴れてる？ブルブル怖い怖い。なんじゃ、たまげて一歩も動けん。ほげー。ランディブーするのもよくない。さて、さ、めんどくせえ奴らがいっぱいだね。五つ子の奴らがいんのか、これ。あの、世にも珍しい五つ子。五つ子いるってことは全体技ある。ねえ。奴がいい。絶対めんどくせえんだよ。もう過去に俺経験してるから。へっへっへー、ここであったか。3。いや、手どれぶりであったっけ。ワン、アンボンターン。どうでもいいで、そんなこと。覚悟しな。もうただの言ってことどうは言わせない。ということで行きましょう。群れバトル。おい。さあ、下っ端たちが勝負仕掛けてきた。グラエナの群れを繰り出した。グラエナになってる。やべえ。強そう。メタグロス。滅ぼせ、奴らを。いや、前回はもう一匹ずつ、やっつけたんだけど、そう、威嚇は、意味がない。危なかったね、これ。あやめとか出してたら、死んでたんじゃん。さあ、クリアボディで。ね、長い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 。はい、それじゃあ落としましょうか。メガ進化からの地震。絶対やっつける。落ちろ。もうちょっとレベル上げた方がいいよ。
レベル40ぐらいまで持ってこよう。頑張れよ。さあ、地震全体のグライナー落ちる。ああ、ドミノ倒しだ。5匹同時に倒した。5匹倒したら結構経験値もらえるね。いいぞ。あ、キマリもレベルアップ。ファストガールいないいないいない。はい、また負けたー。1000円だけ1人200円。おかしいだろ、おやつしか買えねえじゃねえか。ふぅ、はぁはぁ、ダメですか。公演者みたいにかっこよく勝ちたかったように言うのにおかしいなぁ。5連殺法は無敵なはずなのに、なんかズルしたんじゃねえか。アンポッターン。ねえ、確かに、威嚇5連発はえげつないなぁ。かがり様を止めてくれって。え、かがりを止めてくれ、一体何があったんだ、どういうこと。ねえ。アンポッターンって。同じことしか言えねえのか、おめえ。公演者になってやる。公演、ヒーローものが好きなんですかね。二度あることは三度もダメ。もちろん、頑張ってポケモン変えよう。かがり様は二階だ。ね、同じポケモンじゃなくて違うポケモンとか入れたら多分、ええんやないかな。はーい。大悟、オス、いいとこ来てくれたね、大太郎くん。マグマ団、その装置をどうする？この星を救う最後の希望だ。希望？どうした？どうした？僕の希望だった組織は、リーダー松伏は壊された。そいつに壊された！俺？ごめんな。坂浦にもいいとこだな。うるさい。もう、こんな世界いらない！僕は知ってるんだ。あのロケットの中には3000年前、戦争で使われた最新兵器と同じ。いや、それ以上のポケモンの生体エネルギーが詰まってるってこと。なんで知ってんだよ。あの戦争を終わらせた大爆発を超えるビッグインパクト、きっと怒ってくれちゃうんだろうな。隕石だかなんか知らねえけど。ここでロケット爆発させ、僕が自分の力で世界を終わりにする。プロジェクト、アゾッス。なんて、どういう意味ですか、これ。をフィックスさせてあげる。もちろん、どこかに隕石をワープさせるとかいう、次元転送装置ってのをぶっ壊してあげちゃうよ。こいつマジ頭ぶっ壊れてんじゃねえか。あいつ本気だ。オッケー、やっつけようぜ。邪魔すんなー。さあ、かがりちゃんすごいぶっ壊れてます。やっつけましょう。さあ、大幹部かがり、行くか。さあ、グラエナとねえ、あの子ですね。やっつけるか。さあ、大悟エアームド、いいポケモン出すじゃん。地震だ、地震。威嚇、機関機関。威嚇やらしいよな。さあ、これは地震しときましょうか。メガ進化からの地震、強い技だ。メガ進化されたらビビっちゃうよね、ほんと相手。もうこの世界普及してんのかな、メガ進化って。さあ、かがりのバグだもん。メガ進化した。何タイプなんだろう、あれって。炎、岩？わからん。さあ、不意打ち。さあ、いやらしいわ。さあ、痛い。だけど、硬いよね。エアムド。もちろん。さあ、これで、よし。効果抜群だけど、あんだけしか食らわねえの。さあ、鋼の翼で、グラエナは落とす。落とぽよ。さあ、あと1体だ。さあ、噴火、メタグロスは痛いぞ、これ。痛い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 。どっちも鋼だ。大丈夫、大丈夫。また動画数。大丈夫だ。もう一回地震かまそう。さあ、これで、どっちも落とせるかな。はまた動画数、飛んでんのか、お前。確かに浮いとるわ。すいません、にわかでした、僕。さあ、でも、かがりちゃんのメガバクーダ。ね、やっつけること成功。あとは、おめえだけだ、また動画数。よし、おめえさん、もっと強くしてくれよ。さ、道連れ、やらしい技してくれ。相手を道連れしようとしてる。え、どうしたらいいんこれって。とりあえず、バレットマッチ打っとこうか。はい。あ、よろしく。大悟のポケモンが道連れで。そういうもんでもない。あ、そういうもんだった。あー、バイバイ、エアムド。かわいそうに。ね、怖い顔。
あやめ元から怖いよ結構顔。よし、さあ両方やっつけた。ギリギリつえなんでカガリーちゃん この怒ってんの。なんでだよ、いつもいつもこの僕を邪魔すんだ。クソクソ、ダイダー君今のうちに。あれ、にょ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 い、キャーン。あ、シガナはカガリから次元転送装置奪い取った。この確かナーイス、シガナ流星の神ですよ、シガナさんです。シガナありがとう。さてね、装置すごいよね。どこかで隕石をヒューン出させてめでたしってことにできちゃうんでしょ。確かにもそこの元チャンプの言う通り、この世界に住む人やポケモンたちにとっては最高の希望だよね。でもね、それがある人やあるポケモンたちにとっては最低最悪の絶望になる可能性があることを分かってる？っていうこと？君には分からない、期待しない。ダイダラ君、この世界にとって希望はある人たちにとっての絶望。分かる？分かる！バレてた。またまたよく言うよ。私たちは知ってる。ずっと受け継いできたから。メガ進化のメカニズムによって引き起こされる世界の揺らぎ。この世界では似て非なる、ねえ、別世界の観測、そして確定。私たちの住む方園とはほとんど同じ、そこに生きる人もポケモンも、進化の道筋が違う、メガ進化が存在しない世界。何を言ってるのこの人は。どういうことや。3000年前に、あの戦争が起こらずに、最終兵器も作られなかった世界の方園。そこへ隕石が現れたらどうなる？ねえ、別世界、別次元をワープさせるってこと？自分だけじゃない、別の人が、あの隕石でやばいからやめようって話？想像力が足りないよ。え！おめえ！バカな！何の根拠もなしにこの世界とは似て異なる別の世界だと？そんなものは実証されとらん！なんてことだ。さよなら、仮想の希望。これって世界滅びて終わり？どうすんの？落ち着いてください、博士。大丈夫、私。いや、私たちが、この世界も別の世界も守ることができるから。どういうこと？え？レッグーザ呼ぶの？どうするん？そんな強いの、レッグーザって。あら。キーストーン奪い取った。あとはこの人たちのアジトにあるものを合わせたら。じゃあ用意あるんでドローンしますよ。バイバイ。あいつリーダーの松ブサのキーストーン奪うつもりだ。さあマグマダのアジトか、行こうか。どうする大悟、今僕にできることは何だ。大悟が自問自答を始めたんだけど、大丈夫か。かかりちゃん元気？あいつ、クソクソ、なんでこんな怒ってんの？かかり様、クソ、俺行ってくるよもう。みんなそこで文句垂れてとけ。俺が世界救ってくる。行ってくるか。さて、マグマ団のアジトって一体どこにあったか皆さん覚えてますか？僕は覚えてません。じゃあ調べていきます。